はい、こちら5月23日南海難波駅に来ております。本日日曜日です。緊急事態宣言からですね、約29日目となっておりまして、人の流れが結構お客様いらっしゃいませんね。結構スカスカです。まあ、今ちょうど電車が到着したのでしょうかね。ちょっとお客様の流れがちょっと激しくなりつつありますが、それでも結構少ないと思われますね。まあ、このようにですね、まあ、今回ちょっと難波駅を南海の方ですね撮影しておりますが、まあ少ないと思いますね。これ今日日曜日ですから。はい、でとても今日は本日は非常に天気がいいです。で梅雨もう近畿地方梅雨は入っておりますが、まあ、梅雨の間の晴れ間ですね、ちょうど晴れ間ですので、やっぱ外出するお客様結構いらっしゃると思います。はい、それでは現場からお届けいたしました。以上となります。それでは失礼いたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。いいねボタンもぜひぜひ、コメントもよろしくお願いいたします。